公務員試験予備校のキャリサポです。公務員試験に関心のある方、概要欄をご覧ください。大学ラボの舞子です。元塾教室長のうちです。夏休み皆さん勉強頑張ってますかね？はい、まあ、夏休み入ってるっていうところですね。普段より勉強時間が結構長くなってる受験生って多いと思うんですよ、はい。まあ、多分8時間とかね、10時間ぐらいっていう感じで勉強してる子が多いかなと思うんですが、まあ、中にはですね、今までなかなかこう勉強ができなくて、で急に始めたからこう集中が続かないっていう子も多いと思うんですよ、はい。でまあ、そういった子に向けてですね、まあ、今回はこう集中が切れた時にちょっとやってほしいこととか、そういった話をですね、まあ、できればなというふうに思います。はい。で、まあ、まず大前提なんですけど、そもそも長時間集中を維持するっていうのは厳しいなという話です。ほうほうほう。というとどういうことですかね？まあ、そうですね、まあ、単純にこう1日10時間連続で勉強できるかっていう、まあ、できないなっていうことですねっていう話です。話、はい。まあ、極端な話をするとね、うんうん。でまあ、集中力って大体まあ長くてこう90分ぐらいで切れちゃうそうです、うんうん。だからそもそもあの90分ぐらい経ったらですね、集中切れるので、まあ、休憩した方がいいっていう話ですね、うん。私はですね、まあ、なんか受験生の時はですね、はい、90分とかやらずにですね、25分5分休憩で、まあ、この間の話ポモドールテクニックってやつですね、はい、25分勉強してで5分休憩して25分勉強して5分休憩するっていう流れのやつをやってました。それができるやつってのは大体その単純系のやつなので、まあ、単語帳の暗記とかそういうやつをまあ25分で覚えてで5分休憩してで25分もう一回覚えたとこを復習してみたいな感じでやってましたね、うん。まあ、それであの集中が途切れないようにっていう感じで工夫して勉強してましたね。なので、まあ、無理して長時間勉強するっていうのは悪手だよと、やんない方がいいよっていう話ですね、うん。私1時間勉強して、まあ、ちょっと休んでとかっていう風にやってたんですけど、はい、1回休むとずっと休んじゃうんですよね。ああ、そうですよね。もう復活できないみたいな感じだから、はいはいはい、結構それが大変でした。あ、それよりはもうちょっと集中力なくなってきたなと思いながらも勉強をある程度やってから休憩しないと、まあ、自分にはね、当てないのかなとは思ってましたけど、まあ、それぞれ。そうですね、まあ、個人差あると思うので、うん、まあ、長時間できるよっていうところであれば、まあ、長時間やってほしいなとは思うんですが、うん、はい。あとはその休憩の取り方っていうのもすごく大事で、ほうほう、今おっしゃっていただいたように、うん、勉強して休憩するじゃないですか、はい。でそうすると一旦それで例えば、あ、休憩しようっつってゲームやろうってゲームやるじゃないですか、うん、スイッチ全部切れるわけですよ。そうなんですよね、うん。でスイッチ入れるのが一番大変なんですよね。一番大変で、まあ、これね、すげえうまくできる子もいるわけですけど、うんうん、まあ、そういう子は大体東大行くんですよねなんか私の個人的なあれですけど、なんか東大生とかとこう話したりすると、はい、あのスイッチのオンオフの切り替えがめちゃくちゃうまい子が結構多いんですよね。そういう子がやっぱり行くんだなと思うんですけど、うんうん、あのなかなか私のように凡人はできないじゃあどうするかっていうと、はい、低空飛行で休憩するっていう方法ですね。どういうことですか？つまりあのスイッチオフにしないっていうところで、休憩中も何らかの情報を頭の中に入れておくっていうところとか、休憩の取り方もなんかゲームとか全く関係ないことするんじゃなくて、勉強めっちゃ頑張りましたっていう感じになったらソファーで寝っ転がりながらこう、うん、コーラ飲みながらなんかすげえ楽なやつでやるとか、うん、世界史の漫画読むみたいな、うん、勉強っぽい何かをしているけれども、まあ、リラックスはしている状態を作る、それを休憩と呼ぶかどうか分かんないですけど、うん、みたいな感じで低空飛行で勉強を続ける、うん、確実にオフにしないっていう形ですると、はい、また勉強のこうスイッチを入れやすいなというふうに思います、うんうんうん。なるほど。まあ、多分それは、まあ、何事もそうだと思うんですけどね、うんうん、みたいな感じで、まあ、休憩の取り方っていうところも、まあ、工夫するといいんじゃないかなと思いますね、はい。でまあ、次はですね、まあ、集中が切れるこう大きな要因として、まあ、勉強 の, その時間以外にですね、はい、まあ、すごくこう切れやすい原因としてスマホですね。スマホは天敵ですよ。そうですね、まあ、スマホが手元になるとですね、まあ、それだけで集中がなかなか、ね、できなくなると思うので、うん、そこら辺もですねしっかりとこう管理する必要があると思います。今いい時代だから、うん、スマホって本当便利だから、はい、開けば何かしら更新してあるものがあるじゃないですか。自分が中学校の時とかは、うん、あのガラケーだったんで、うん、メールが来たら、まあ、メール見るぐらいだったんですけど、うん、今ってもう YouTube 見ようと思えば見れるし、はい、インスタグラム開いたら誰かしら更新してるしとか、そうですね、もう全て情報がどん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 更新されちゃうから、うん、もう気が散って仕方がないんですよね。そうですね、そうですね。で今の高校生とかの方が切り替えが大変そうだなって思います、うん。そうですね、まあ、常に情報が来るっていう時代なので、まあ、そこら辺はもう強制的に環境を変えるしかないかなと思ってて、うん、で、まあ、例えばスマホボックスに入れるっていうのがまず一つ、はい、あれですね、時間が経たないと開かない箱があるので、まあ、あるんですよ
でその中にスマホ入れてで置いとくっていうのはそれがあのオーソドックスな対応としてあるんですけど、でも気になっちゃうんですよね。気になる。なりますよね。どうにかして開ける方法を考えそう。そうですね、そうですね。まああとそれもそうだし、あとさっき言ってくれたように誰かが更新してるんじゃないかとか、そうそう LINE の通知来てんじゃないかとか、うん、近くにあるだけで携帯のこと気になっちゃうんですよ。気になっちゃう。そうなのでもう目の前から携帯をもうなくすというのが、うん、まあ視界に入れないっていうのはすごく大事になってくるかなと思うんですよね。うんうん、なのでまあ例えばそのスマホをボックスに入れた上でリビングに置く。でスマホを取りに行くのがすごくめんどくさい、通知を確認するのが超めんどくさいっていう状態にしてあげるとまあいいんじゃないかなと思います。あでその上でまあ視界に入れないっていうところでまあ勉強するっていうのは大事かなと。なるほど。なんか教育の本で読んだんですけど、はいはいはい、リビングでしか携帯を充電できないようにするっていうのがいいって聞きました。あ、そうですね、うん、ありますね、うん、なのでその管理されてるっていうのが大事になってくると思うので、まあ、そういったところでまあちょっと自分の見えないところに置くっていうのが大事なのかなというふうに思いますね、うん、はい。まあ、例えば塾に行ってる子であればまあ塾の先生に携帯預かってもらうとかね、うん、そういう感じで管理してもらうっていうのがまあこう一つ大事かなと思います。はいはい、あとちなみにですね、まあ、これすごく雑談ですけど、はい、まあ、昔逆パカって話がありました、ね、何ですか。知らないですか。知らないです。ガラケーで逆パカって知らない。知らない。神奈川と千葉で違うのかも分かんないですけど、あのガラケーとこうやって開くじゃないですか、はい、でそれを逆にこうやって開く、折れて言うのが逆パカって言うんですけど、そんなこと言うんですか。俺の中学はヤンキー中学だったから分かんないけど、知らない知らない。そう、私は親にそれられましたね。そう、あのずっと携帯ばっかりいじってて、はい、勉強なかなかしなかったんで、いい加減にしろって言われて父親に逆パカされましたね。あ、私もおられました。おられました。逆パカって知らなか、名前は知らなかったけど、やられてました。やられてました。まあスマホでは逆パカできないところで、なかなかそういう文化ないと思うんですけどね。確かに、あ、そういう文化もありましたね、うん、あとそのこれも雑談ですけど、スマホとかそういうのを目の前から外すっていうのは、まあ、何事にもおいて大事だなと思って、うん、これ誰にも多分バレてないと思うんですけど、僕すげえ喫煙者だったんですよ、めちゃくちゃタバコ吸ってたんですけど、禁煙宣告してですね、うん、まあ、それは何かっていうと、もう電子タバコ吸ってたんですよ、はい、その電子タバコを逆パカ、いやパカじゃないですよ、電子タバコをこう折ってですね、はい、あの物理的に使えないようにしてですね、で、まあ、それでこうタバコ吸うんだったらもうまた3000円ぐらいかかるよ、うん、4000円ぐらいかかるよっていう感じにして、うん、目の前から外してっていう感じで、うん、まあ、それであの禁煙成功したっていうのがあったんで、すごい、まあ、多分なんかそういうのはやっぱり効果あるんでしょうね、うんうん、なので、まあ、自分の目の前からそのスマホをなくすっていうのは、まあ、一つのそのスマホの誘惑から外れる一つのあれかなと思うんで、うん、ぜひリビングとかに置いてみるといいんじゃないかなと思います、はい、で、まあ、それと付随してですね、勉強する環境を変えるっていうのはすごく大事かなと思います。うんうん、スマホを外したとしてもですね、まあ、本棚とかにですね、まあ、なんかこう、まあ、漫画が置いてあるとか、うんうん、あのゲームがあるとか、まあ、あるいはそうじゃなかったとしても自分の目の前に参考書がいっぱい置いてあるっていうだけでもですね、気が散っちゃうっていうのがあったりすると思うんですよ、はい、で情報が入る、視覚的に入るだけでも結構気が散っちゃうということがあるので、うん、なのでそこを情報がなるべく入らないような環境にするっていうのが大事だなと思うんですね。なので、まあ、そういった自習室、はい、例えばあの学校 の, その自習室だったりとか、うんうんうん、まあ、図書館だったりとか、うん、あるいはまあ塾の自習室とかですかね、まあ、そういったところに行って、でそういったところに、まあ、今日勉強する参考書だけ持っていくんですよ、うん、でそうするともうそれしかやらないじゃないですか、はい、今日はもうネクステしかやらないみたいな感じだったら、うん、もうネクステだけやる環境にするとか、うんうんうん、みたいな感じでもうそれしかやらないっていう環境にしたらもうそれしかできないので、はい、まあ、そういう感じの環境にしてあげる、環境を変える、しかもその情報をなるべく遮断するっていうのはまあ一つのテクニックかなというふうに思います、はい、あとはお菓子を食べるとかっていうのどうですか。あ、そうですね、お菓子ですね、うん、まあ、ありじゃないかなと思います、はい、うん、まあ、私も仕事しながらガム食ってるんで何も言えないんですけど、うん、グミとかガムとかカム系のお菓子ってなんかいいらしい。あ、なんか脳に刺激が、ね、いくからいいらしいですね、みたいですよね、うん、まあ、なんかそれをガムって、まあ、頭にいいのかなっていうのを調べたらロッテさん の, その研究資料が出てきたんですよ、はい、なので、まあ、それはロッテさんはそういうわなとは思いながら思いながら、でも、まあ、実際こう仕事中とかこうガムとか噛んでると、うん、なんとなくこう頭すっきりするような気がするんで、うんうん、まあ、多分いいんじゃないかなと思うんですよね、うん、実際私もあの受験時代ずっとガム食いながら勉強してて、うん、まあ、別にそれで支障はなかったんで、うん、なんかそのリフレッシュするという意味でもですね、まあ、グミとかガムとかカム系のお菓子食べるっていうのはいいんじゃないかなと思いますね、うん、結構野球選手もガム噛みながらね打ってますからね。そうですね、まあ、そういうのいいんでしょうね、脳に。そうですね、うん、集中できるのかな。なんかあれはなんとなくこう食いしばるからかなって勝手に思ってるんですけどね。あ、そういうことなんですかね。どうなんだろう、わかんないですけど、私としては集中力高めるためなのかなみたいな。あ、まあ、いろいろあるんでしょうね、うんうん、
まあ、でもなんか受験生が結構ガム噛んでると、はい、なんかガムを噛んでないと集中できない環境ができちゃうのかなっていうのが私の中でもあるんで、どっちかというと私はあのこまめにチョコを食べるとか、あのグミ食べるとか、うん、そういう風にしてましたね。あ、なるほどなるほど、うん、そっかそっかそっか、なるほど、うん、まあ、確かにそうですね、まあ、それをこう自分の中でこの場所ではなんかそういうのなくても集中できるようにするっていうのは、例えば過去問解くときはガム食べないとか、はい、あとは模試の時とかですね、はい、模試の時はそういうのできないと思うので、うんうん、まあ、そういったところで自分の身を整えるっていうのもまあ一つのテクニックなのかなとは思いますけどね。そうですね。あとはそのなんか今おっしゃっていただいたような、まあ、チョコレートとか糖分を取る系のやつとかね、うん、私はラムネをよく食ってましたけどね、みたいな感じで糖分を入れるっていう意味でも、まあ、お菓子とか食べるのありかなというふうに思います。いろいろね調べるとテクニック論が出てくると思うんですが、はい、あのぜひ参考にしていただければなというふうに思います。はい、今回は集中が切れた時にどうすればいいかについてお話しました。はい、まあ、あの受験勉強なかなか大変なんでね、まあ、トータルで10時間ぐらい毎日勉強しなきゃいけないということを考えると、うん、なかなかそこをね、あの集中切れちゃうところはあると思うんで、うん、まあ、ぜひそういったね、まあ、集中切れたなと思ったら休憩するとか、うん、あるいはそのお菓子食べるとか、まあ、そういったところでですね、うん、まあ、テクニック的にこなしていただければなというふうに思います。はい、この動画が参考になったなと思ったらぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。受験生の皆さん、夏休みぜひ勉強頑張っていきましょう。頑張りましょう。